おはようございます。ってことで、うわ、もう6時8分になってしまいました。結局今日も早起きして走ろうと思ったら、もう6時。まあでもまだ昨日よりは全然早いんで、とりあえず、一通り家事を終わらせて、今日は童子行きたいと思います。よし、6時39分。いや、洗濯物とかしてたらだいぶ時間が経ってしまいましたが、今からツーリング行ってきまーす。あ、そうそう。これ、この膝プロテクターね、昨日するの忘れてちょっと不安だったんで、ね、昨日ね。今日ちゃんとつけていきます。よし、これでバッチリ。ということで、出発です。いやー、でもね、天気はまあまあ、かなり曇ってはいるけど、今のところ大丈夫で、やっぱね、まだ朝はね、気温が全然低くて、風も冷たくて気持ちいいっすね。めっちゃ気持ちいい。でもすぐに暑くなるんだろうな、この感じだと。もうセミがめちゃめちゃ鳴いてて、だいぶね、だいぶ暑さを感じ始めてはいるけどね。まだ涼しいって感じ、ギリ。うん、そんな感じですね。とりあえず、今日も安全運転で、楽しんでいければいいかなと思います。さあ今ちょうど7時になりましたが、いや Google のね到着予定時刻がだんだん遅くなってますね。やっぱもうだいぶ車が多くなってきてますね。まあちょっと起きるの遅くなっちゃったんでしょうがないです。まあ結局昨日ね早寝するとか言って普通に日付回ってから寝ちゃったんで、まあそりゃそうかなって感じですね。まあよく寝れたんでいいかな。もうめっちゃ並んでる。そんなに有名なお店なの今の。全然知らない。いやー、やっぱ朝はね清々しい天気で気持ちいいっすね。快適、気持ちいい気持ちいい。27度まだまだ快適ですね。気持ちがいい。めっちゃオレンジな軽トラ、こんな色の軽トラあるんだ。そうそう、ちょっと秘宝があって、まあ、最近、まあ、節約生活してるおかげで最近ようやくねちょっとずつお金に余裕が出てくるようになったんですけど、6月ぐらいにね言ったと思うんですけど、このクワッドロックのモーターサイクルワイヤレスヘッド、なんだろう、このクワッドロックのワイヤレス充電モジュールが発売されたんですよ。で、室内で使えるやつはもうその前から売ってるからもうすでに家にもあるんですけど、このモーターサイクルで使える防水ってことですね。つまり防水のその地位充電のやつが、6月ぐらいに出たんですけど、その初期ロットがなんともうすでに売り切れてて、ホームページからその商品ページが消えてるっていう。そろそろお金で余裕出てきたし、ワイヤレスチャージングヘッドね買おうと思ったらないっていう。いくら探してもないっていう。で、以前ねカートに、実はもうカートに追加したままだったから、カート見たらびっくりマークついて、完売してますって出て、おいおいマジかよっていう。早く次生産してくれって感じなんですけど、だからちょっと昨日は非常にショックで、早く売ってくんないかな、早く生産して売ってくんないってかなって感じですね。あるんだ。あとさらに秘宝を付き加えると、あれ前に秘宝っつって、なんだっけ、ウェアスペースね、視覚的なノイズも削減できるウェアスペースっていうヘッドホンをね開けて、まあ開けた瞬間壊れててショックって言ってたんですけど、あれね一応サポートからメール来て、やっぱあれはあれでダメだったらしくて、でしかもさらに追加で他にも問題があったらしくて、バックしてた人に届いてるやつ、指示に従って全部返品してくださいっていう送り返してくださいっていう指示がメールで飛んできまして、僕はもう送っちゃったからあれなんですけど、だから僕ちょっと一足先に送ってくんないかなっていう。まあでもみんなの分多分一気に修理してから、再配送って形になると思うんで、多分ね次届く、もう一回届くのは多分かなり後になるんじゃないかなっていう。すでにねもう
最初の届き予定日から1年以上遅れてたわけだから、逆にそのぐらい延長してならそういう根本的な問題、根本的なっていうかもう製品自体の問題は全て解決しておいてほしかったんですけどねいやなんか他の問題はそれこそなんか僕のやつほら耳が取れてたじゃないですか。あとなんかそれがねなんか線が切れるかなんかでなんかバッテリーの液漏れがしたりとかなんかいろいろするらしい、するそういうなんか不具合が他にも見つかったらしくて、液漏れの可能性もあるからなんか漏れてるのを見つけたらあの触らずに送れっていうメールの趣旨が、そういう趣旨のメールが、こと全然違いますけど、そういう趣旨のメールが来てましたね。いやいつになったら届くのかいやちょっと早く使いたいんですけどね、残念。いやーツーリングあるあるですなこれ、いつの間にかバイクが集まってマス通みたいになるっていう。僕の後ろにも1台スクーターがいるんですよね。このスクーターは違ったのか、あれ意外とみんなバラバラ、もしかして、ま、うわうわ R1250 かな今の。でめっちゃいたなバイク今。まあやっぱこの天気だとみんな走りに来るよね、どうし気持ちいいもん。いいな、俺も早く大型欲しいな。昨日奥多摩行きましたけど、いや奥多摩自体はすごいんだけど、やっぱ若干奥多摩までが距離あるから、そういう意味ではこの道志すごい近くていいな本当に。でこれね山中湖まで行って帰ってきても多分ね3時間半ぐらいあれば余裕で多分家から往復できるんですよねそうそう、家からだいたい1時間半ってなってたから、まあ多分日が昇るにつれて車が多くなって多分もうちょっと時間延びると思うから、まあ、4時間見とけば絶対余裕で往復できるんですよね。なんもう余裕じゃん余裕じゃんっていう感じですね。でもちょっとここ最近ずっと一人で走ってて若干寂しかったんですけど、いや一人で走るのはいいんですよ、走るのもいいんですけど、でもみんなで走るのもまた楽しいからみんなで走りたいなって思ってたんですけど、まあ、でもこうやって野良のライダーの方と一緒に走るの楽しいな会話はできないんだけど、でもこう一緒に走るのがちょっと楽しいな。いやー良い良いぞ、いいなー、やっぱ同志いいなー、何回来てもいいね同志はね。一応これ地図ね、目的地は山中湖にしてるんですよね。また今日も山中、まあ、せっかくだから山中湖また一周してきてもいいかなと思ってるんですけど、まあそれは混み具合ですかね。ありがとうございます、いいね、嬉しい嬉しいこういうの嬉しいよね、なんかぼっちライダーとしてはこういうのめちゃめちゃ嬉しい。いやちょっとツーリングしてるとやっぱデュカティ結構見るからさ、デュカティちょっと一回乗ってみたいよね。デュカティの L ツインだっけ、パニガール超かっこいいよな。うわめっちゃバイクいる、すげえな。うわ速そうなオドメーターが3200キロ突破。ちょっと最近ジクサがねめちゃめちゃ楽しいんですよまあやっぱ箱が ないからかな、箱今日も全然つけてなくて、やっぱ普段はやっぱ外しとくべきだなってめちゃめちゃ思ってます。めっちゃ楽しい、バイクが軽いとこんなに楽しいのかってぐらい楽しい今。ジクサは本当おすすめです。まあ、昨日本当あんまりうまく語れなかったんですけどなんかね客観的に捉えられないんですけど、もうジクサが好きすぎて、とりあえずジクサはいいぞっていうふうには言っときますけど、おお、K1600 R1CB、 もういや4速ぐらいにしてないとねジクサ登っていかないんですよ。いやこの非力さがね
かわいい。お、後ろからめっちゃ速そうな大型来た。でも飛ばしてるわけじゃないのかな。うわ楽しい。この切り返すのがジクサー楽しすぎてね。このジクサーでも下りだったらね、大型と変わらない加速、大型とは言い過ぎだけどそれなりに加速するから。下りはね軽い分速いっすよ。そんな飛ばさないけど。あっ、 R1 やべえ音してんな。なんか前の間そろそろ半袖暑くないかなと思うんですけど、日差しがだいぶ太陽昇ってきたよ。まだ大丈夫か。いやーいいですね。いやほんと朝からこんな気持ちいいところをバイクで走れてるのは良き。最高ですね。最高の人生を送ってるわ。幸せですよ、幸せ。本当にバイク最高だわ。あ、そうそう、昨日シートバッグとかいいなって言ったんですけど、あのレッグバッグっていうんですかね、太ももにつけるバッグとかもちょっと今気になりだしたんですけど、あれどうなんですかね、使い心地。まあ物によるかもしれないですけど、なんかいいバッグあるかな。なんかそろそろね、革ジャンかレザージャケットとかレザーパンツとかなんか揃えたくなってきたんで、なんか次からそういう、なんだろうな、アパレル系買うときはレザーでちょっと統一しようかなって思ってるんですけど、どうしようかなって。まあレザーはちょっと高いは高いんで、まあいろいろ悩み中ですね。あのコミネのねレザージャケットが結構シンプルで、いいなと思うんですよね。で安いし、で今使ってるプロテクターも使えるんで、そうそう、同じコミネで使い回せるんで、それ結構いいんですよね。だから多分ジャケットは、あ、RC だ。ジャケットはね、多分コミネを買うと思うんですけど、いずれね、間違いなく。レザーパンツとかどうしようかなっていう。コミネで揃えたいけど、なんかコミネのレザーバッグめっちゃきつい。めっちゃ登りきつい。もう2足を使いながらって感じですね。後ろから速そうなバイク来た。なんか、バイクの大群みたいになってる。後ろにもね、ZX、あれなんだろう。10R か6R かがいる。僕には判別できない。来た来た、 6R か。いいなーいいなー。このいいな。4気筒 600cc、 650cc かな、 ZX6R 650cc のミドル、いいなぁ、4気筒。ミドル4気筒いいよなぁ。え、っていうか、あの、テールランプめっちゃかっこよ。Z ってなってるじゃん。またいい音してんなぁ。このバイクの大群。いや、めっちゃいい音してんな、4気筒。4気筒いいなぁ。4気筒のミドルの音が一番好きなんですよね、音は。めっちゃ晴れてる、ほんと。前のライダーめっちゃ空見てるけどさ、全然こっちの方雲ないね。いや、雲はあるけど、超気持ちいい。いい天気、めっちゃいい天気。さあ、道志村役場。まあ、たまにはね、あの、道志の道の駅だっけ、泊まってもいいかなと思うけど、泊まってもすることないしな、っていう。特に何も買うわけでもないし、このぐらいの距離じゃ別に休憩も必要ないし。めっちゃ涼しい、めっちゃ空気冷たい。うわー綺麗じゃん。いや今日雲一つないんじゃない。あ、ちょっと富士山、この間のあのスポット行ってみる。この間ちょっとリベンジしたいって言ってたところ、今日もしかしたら雲かかってないんじゃない。てかあれ富士山だよね、雲かかってないじゃん。おー、ちょっと一回富士山まで行くか。富士山までっていうか山中湖まで、山中湖一周するか。いやもうなんか楽しいからずっと無言で走っちゃってるわ。
めっちゃ気持ちいい、めっちゃ楽しい、朝から幸せ、ほんと。うわー、めっちゃバイクいるね。ちょっと八重もらったけど間に合わなかったから会釈八重しといた。今朝8時になりました。山中湖まであと17分だって。いや、山中湖近いよな、そう考えるとすぐそこじゃんって感じ。うわ、冷たー。もうなんかエアコンの風や直接当たってるみたい。涼しい、めっちゃ気持ちいい。22度だって、めっちゃ冷たいもん。家でクーラー効かせてるより冷たい。うわ、701だ、701スーパーモトだ、いいなぁ、楽しそう。山中湖村、山梨県。いやもう楽しすぎて、このこの1時間ちょっとが一瞬でしたね。あっという間に山中湖ですよ。うわー、こっちの方雲多いな。富士山雲で隠れてる気がするな。なんか富士山の山頂はかかってないんですけど、この間みたいにだ、下の方雲で隠れてる気がする。うわー、 R1000R だったわ。 R1000R じゃない、間違えた、 S1000WR だ。さて、じゃあここから山中湖一周して帰りますかね。富士山あれか富士山めっちゃ雲に覆われてんじゃん。雲に覆われすぎて一瞬存在が確認できませんでした。あれ富士山であったよね、違う？もうどれが富士山かもわからなくなった。いや、さ、あれが富士山でいいはず。富士山思いっきり今雲に隠れてた。うわー、いい景色。うわ、富士山、え、あれ富士山で合ってるよね、合ってるよね多分。うわー、めちゃめちゃいい景色なのに、富士山残念、今日も残念でした。まあでも一回泊まって写真撮るか。こう泊まりたいね、俺も。残念富士山思いっきり雲に隠れてるわ。よし、じゃあ帰りますが、だいぶ車多くなってきましたね。